あ、え、来た、マジ、来た、あ、え、来た、マジ、お、お、お、ちょっといいサイズじゃない？どうも、ちぬこチャンネルです。いつもの海釣り公園にやってきました。高水温の影響でまだおかっぱりからアオリイカを狙うことができるので、エギングの練習をしたいと思います。よしと、このもうボロボロだけどフラッシュブーストね、これでやろわあ、すごい。来たよ。え、来た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 。あ、ちっちゃいけど来た。ちっちゃいけど来た。嬉しい、やった。でもちょっと小さすぎるからこれはリリースですね。また大きくなったら連れてください。やったー。いやー、エギで釣れると嬉しいね。リリースします。ありがとう。はあ、泳いでった。マジ、あ、え、来た、マジ、来た、はあ、やった。来てる。やった。おちょっといいサイズじゃない？これ抜けるか。ちょっと待って、タモがねないんで。怖い怖い。やった、でかいよ。でかいの来た。やった、やりました。いやー、嬉しい。やりそげ。飛んでるか。1500円。覚えてくれ。あ、こんにちは。
スのを見てます。あ、ありがとうございます。今急いで来たんですよ。釣りしてて、あの、はい、そうです。これもらおうかな。赤いか赤いか、一つ、うん、どうやって食べると美味しいんですか？赤いかな、湯がいて、マヨネーズにちょっと醤油垂らして、あ、マジで、あ、いいですね。私もカツオ2本と赤いか1袋。全部で、はい、900円。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください、はい、よし、買えた。着替えと買い出しを終えて移動してきました。今日も海釣り公園で楽しい釣りをすることができました。今回の戦利品はアオリイカ、カツオ、赤イカです。まずはアオリイカ、エギングで釣れたので嬉しかったです。そしてソーダカツオ、こちらは平ソーダですね。お刺身で食べても美味しいです。赤イカ、タチウオやムツも売っていたので迷ったんですけれども、どうしてもイカが食べたかったのでこれにしました。こちらの3種類で美味しい料理を作っていきます。赤イカ5匹ぐらいかな、ゲソだけ使おうかな。外のシングルバーナー、火をつけてお湯沸かします。お湯が沸いたら塩を入れて、この可愛いイカをさっと茹でます。さあ、もういいかな。軟骨ね、これ簡単に取れるんで引き抜きます。生姜、風味が好きなので皮ごといきますね。お醤油、できました。ゆでイカの完成です。このツヤ綺麗ですよね。生姜醤油でいただきます。こういう小さいイカはね、釣ったことがないので食べるの初めてです。いただきます。うーん、あ、柔らかい。生姜の辛みが効いてていいですね。ちょっとこうとろけるような柔らかさで感動しますね。塩ゆでしただけでこんな美味しいんだ、うん、うん。ちなみに漁師さんに聞いたおすすめの食べ方は、マヨネーズと醤油、七味唐辛子。やってみますね、はい、味変です。これはこれでめちゃくちゃ美味しそうですよね。絶対合うけどね。もう食べなくてもわかるけどね。はい、今日はちょっとビール飲みたかったんで絶対これがないと無理です。乾杯。美味しい。生姜醤油は大人の味で、マヨ醤油は万人受けする味です。どちらもそれぞれ美味しいですよ。さらにもう2品作っていきます。エラと内臓は釣り場で処理してきました。半身は持ち帰ります。背側は鱗があるので皮を引きますね。以前食べた時に皮面炙ると美味しかったので炙ります。一口サイズに切っていきます。ネギ、白いとこね、このぐらい。めっちゃたっぷり。水にさらして辛みを取ります。トマト、細かく切ります。ニンニク、トマトと混ぜます。水気を切ったネギを入れて、オリーブオイル、ポン酢、混ぜ合わせます。切ったカツオにかけます。できました。2品目、カツオの刺身、さっぱりトマト、完成です。カツオとトマトは相性がいいので美味しいと思います。うん、めっちゃくちゃ美味しい。あ、いいね、むっちゃさっぱり、うん、
油の乗ったカツオに甘酸っぱいトマトとシャキシャキのネギ、旨味と酸味のバランス抜群で美味しいです。上手に引き抜いていきたいと思います。いいよど、ひゃー。お水注いで洗いつつ中身を取っていきます。あとこれね、頭のこうやって入ってるので引き抜いてくださいね。なるべく綺麗に取ったらエンペラの部分外していきます。よし、細かく切っていきますね。ゲソも同じように細かく切ります。はい、こんな感じでしゃぶしゃぶ餅よ。水につけておいたお米、水気を切ります。そしたらここに、これはもち米の代わりですね、細かく刻んだイカのエンペラとゲソ、だし醤油かけて混ぜます。ある程度混ざったらイカの胴体に8分目ぐらいまで米を詰める。切ります。はい、メスティン大入れる。お、ぴったり。さらに穴を開ける。火を通すと膨らみますからね。だし醤油150、イカが半分かぶるぐらい入れて、生姜、もう何作るか分かりますよね。火にかけます。沸騰したら弱火にしてアルミホイルで落とし蓋します。イカの大きさによって分量が違うのでうまくできるか心配ですね。よし、おいい感じに膨れてますね。裏返します。よいしょ。さらに加熱します。よし、そろそろいいかな。おー、美味しそう。初めて作ったイカ飯、果たして成功してるんでしょうか。いきますね。切ります。どうなの。よし、いい気がする。それはいかん、それはいかん、それはダメ。できました。アオリイカのイカ飯完成です。見た目はとっても綺麗ですよ。いただきます。お米ちょっと芯残っちゃってますね。イカが大きかったからもうちょっと火を通した方が良かったかな。三角でもイカめっちゃ美味しい。すっごい弾力、はい、ごちそうさまでした。今回は海釣り公園で真冬のエギングを楽しんできました。結構いいサイズのイカが釣れて、引きも強くてね、すっごく楽しかったです。半日竿を振ってね、頑張ったんですけれども、食べられるサイズのイカは1杯だけでした。コウイカも含め結構たくさん釣れてますので、次回はね、もっとヒットに持ち込めるように頑張りたいと思います。今後もちぬこチャンネルでは釣りやアウトドアの情報をお届けしていきます。ご興味のある方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画制作の励みになります。その他のおすすめ動画も見てみてくださいね。